はい、こんにちは、速稼塾の久保です。まあ、自己アフィリエイトっていうのは2013年から私がね、もう常日頃からやってきている、もう本当に私、自己アフィリエイト超ベテランなんですけども、まあ最近はですね、自己アフィリエイトを軸にやるよりも、人に教える時だけやってるわけなんですよね。じゃあこの自己アフィリエイトってものを、まあなんとなく聞いたことがあるよって方を前提に今日はお話ししますけども、いつもはね、A8 ネット使うんですけども、今日はアクセストレードっていうね、ASP を使ってみましょうか。アクセストレードで、まあログインしてみましょう。ログインパートナー画面出ますね。私はもうアカウント持ってますので、スムーズにログインできます。さあ、そしてですね、今、まあ、当然ですけども、もう何ヶ月もまともにやってないんでね、実績数値は私ないですけども、この中からどのようにね、お金を稼いでいくかってことをやっていきましょう。まず、ずっと下の方に行っていただいて、このアフィバックモールっていうね、ピンク色のバナーが、バナーっていうの棒みたいなやつがあるんですけども、ここをクリックしましょう。自己アフィリエイトって書いてあるでしょ。初心者の方はここだけ見ていけばいいと思います。このアフィバックモールっていうところの中で、あなたにね、お金を届けてくれるサイトがたくさんあるんですよ。例えば、ここ。今、チラチラしている DMMFX っていうのがあります。これはですね、FX の口座開設をするなり、なんなり、まあ、利用条件に従ってやるとですね、報酬が2万円もらえますよってことなんですよ。で、その横、どんな時も Wi-Fi って私も契約してるんですけども、これね、私利用しなかったんで惜しいなと思ったんですけども、これをまあ契約すると5000円もらえるということですよね。5000円のキャッシュバックですよね。まあですんで、モバイルルーターが欲しいなと思うときは、ここから契約すると5000円ね、安くできるよってことですよね。で、その下、こちら、なんてやつかな。国産の野菜とか書いてあるのが3704円もらえると。で、その右が5500円もらえる。FX の口座5000円もらえる。インターネット5000円もらえる。っていう風に書いてますよね、いろいろと。で、まずね、この FX とか行ってみたいところなんで、まあ、クリックしてみましょうか。クリックしてみると、こちらの方に飛びますよね。まあ、スマートフォンで申し込むと2万円もらえるよってことが書いてます。あとは詳しく、ここに書いてますんで、成果条件とかを読んでですね。それから、ま、登録すればいいって形になります。こういうのが結構あるんですよ。金融特集っていうのがポピュラーなんで行ってみましょうか。金融特集ってところを見ると、まあ、今のね、2万円もらえるやつ、口座開設して、入金して取引しろってことですよね。取引も、だから1ロット以上の取引って書いてますから、そんなに難しくないです。5万円入金して、1ロットの取引をして、まあね、損もするじゃないかって言いますけども、2分の1の確率で得もしますから。で、仮に損しても、2万円ほら、補填されるから、大体ね、2分の1の確率で2万円以上儲かると。2分の1の確率で、まあ損はするけども2万円で補填で、まあ損は出ないよ。って形って考えられますよね。で、次、同じようなもので、オランダの、なんですかね、ジャパン、MT4 ってやつですけども、これも10万通貨以上の取引って書いてますよね。これ3500と。これ5000円もらえると。だから、上から金額だけいきますけども、2万と3万5000円と5000円で、それぞれ申し込みますんで、だいたい3万円でしょ。で、ここにもあります。4万5000円になりますよね。4万5000円。5万何ぼかぐらい。5万2、3000円になりますね。で、まだあります。全部行ってもいいですからね。5万2000円あって、ここにも1万3000とか1万3000とかありますんで、片っ端からやるとですね、まあ10万円ぐらいにはなるかなってことですよね。この先物はちょっと私もあまりお勧めしないです。金銭的なリスクが大きいんで。ね、でも30万の報酬って書いてるでしょ。すごいですね。30万。口座開設して取引すると30万の報酬がもらえますよって形ですよね。すごいですね。こっちは3000円ですか。まあいいんじゃないですかね。3万、30万みたいなのもあって。はい。まあいっぱいあるんで、片っ端から申し込んで、あ、次のページもありますね。次のページもあります。まあ一通りやっただけで、ほら、10万とか20万にはなるんじゃないですか。で、その中でも、30万円のものがあるんで、ちょっとこれ、クリックしてみましょうか。先物とか書いてあるんで、ちょっと怖いですけどね。さすがに私も怖いと思いますけどもね。こういうふうな形で、口座開設すれば、30万もらえるということですよね。ただ多分ね、これ、投入資金が大きいんですよ。30万の報酬もらおうと思ったら、例えば、100万とか200万を、この口座に入れないとダメだよとかになると思います。それはどっかに書いてますんで、次回以降でですね、実際にこれで資金投入して本当に30万もらえるのかっていうのを試してみますからね。日産証券。まあ、お楽しみということです。今日は触りなんで、自己アフィリエイトで、じゃあどのくらいね、
もらえるのかってことをちょびっと触りでやってみました。ちなみにですね、A8 ネット、試しに行ってみましょうか。A8 ネット、あれ ?A8 ネットとやると、A8 ネットすぐ簡単に出るんですよね。で、こちらの方で、ログインしてみます。まあ、私アカウントがあるんで、ログイン簡単にできますけどね。あ、インプレッションがある、なぜか。あ、DMM の、報酬画面、こっちの方がね、金額いいですね。3万円なんで、さっき2万円だったじゃないですか。こっちで作った方がいいですね。DMMFX の口座。で、ポーラが8000円バックされます。化粧品を買うと8000円もらえるんですよね。多分ね、これ化粧品の価格がいくらなんだろう。トライアル申し込み、新規トライアル申し込み2000円。うん、2000円とか書いてますね。ですんで、このね、あれなんだろうこれ。違うのが出てきましたね。なぜか。あ、Unext? あ、なんだろう、化粧品のはずだったのにな。おかしいですね。まあ、後でやり、ポーラで、詳しくはこちらで行きましょうか。あ、これだ、これだ。書いてますね。で、8000円もらえるんですよ、これ。とにかく。ボーナス報酬5000円なんで、今8000円もらえます。で、コークルサイトでしょ?この化粧品。購入はこちらって書いてます。多分、商品価格が8000円ぐらいなんでしょう。あ、1万2000円だ。っていうことはね、1万2000円のこの商品買うと8000円もらえるんで、4000円の出費にはなります。うん、で、これが手に入ると。まあ、ですんで、これをね、5000円か6000円で売れればプラスになるけども、ちょっと手間ですよね。それから転売目的の、販売目的の自己アフィリエイトっていうのは禁じられてますんで、それはちょっとしないでください。うん、まあ、だから、これは別に得するって話じゃないですね。安く買えるって話ですよね。で、金融特集がここにもあると思いますんで、ちょっと見てみましょうか。金融特集ね。金融特集ないですね。ということは、このカテゴリー検索で金融と、こういうふうに探せばいいんじゃないですかね。はい。そうなると、こういうふうに案件が出てくると。おー、早速ありますね。金額が。バラバラと並んでます。ウェーブレッド。まあ、こういうふうにですね、自己アフィリエイトでお金を稼ぐ方法は、かなりありますんで、まあ、なんと言いますかね。まずはやってみることじゃないですかね。アフィリエイト、ステップアップ。これアフィリエイトのやり方も書いてます。ホップ、ステップ、ジャンプって感じでね。で、書いてますね。すごくわかりやすく書いてます。はい。自己アフィリエイトね、どういうことなのって思われた方。ぜひ、速稼塾のサイトの中にも、自己アフィリエイトの優しいやり方とか、実際に売り上げを上げるね、具体例が動画で示されてますんで、ご覧いただければと思います。で、自己アフィリエイトっていうのはきちっとやればね、やっぱりこう、100万とか200万とか作っていけるもんなんですよ。ただ、途中でやってる人はめんどくさくなります。うん。で、めんどくささと引き換えにお金で手に入る部分がありますんで、めんどくさいから何もやらないっていうんだったら、めんどくさい人生が続くだけですから、めんどくさいよね。ポンポンポンってできるような、めんどくさくないような自分を構築するっていうのもビジネスの一つだと思いますんで、トライしてみてください。では今日はこのぐらいにしておきましょうか。A8 ネットでね、なんか一個ぐらいなんかないかな、カード。セルフバックはこちらって書いてますね。で、こっからセルフバックのコーナーに行くと、なかなか反映されないですけども、はい。この中で、例えばね、プロミスってカードがあるじゃないですか。これ5000円もらえるんですよ。ずいぶん前から5000円ですね。この法人カードを作ったら7000円もらえると。で、FX、ビットフライヤーの口座を作ると5000円もらえて、三井住友カードを作ると、1万5000円がね、最大でもらえると。ネスレ応援キャンペーンは2万5000円もらえるという形で、あなたにお金をあげますっていう人がね、こんなにたくさんいるんですよ。いや、このウォーターサーバー久しぶりに出てきましたね。ウォーターサーバーをつけると2万5000円もらえますよっていう形です。すごいでしょ。ウォーターサーバーつけるだけですよ。もちろん、水は、まあ、毎月買わないといけないっていうのはね、条件としてつくと思いますけどね。まあ、これまた後で詳しくやりますけども、このウォーターサーバーね、3年パック、継続課金モデルなんですよ、結局。毎月、例えば、3700いくらですか ?4000 ぐらいですか ?4000 の水を、半年間は絶対取ってくださいねってことになると思うんですよ。おそらくね。そしたら2万4000じゃないですか。ほんで、報酬が2万5000じゃないですか。ですんで、半年間4000円の支払いをしてもマイナスにはならないです。ね。だから当座の資金が欲しいなって方は、キャッシュバック目当てにやって、半年間経ったら解約するみたいな
こともあるんじゃないですかね。まあでもね、この水飲んでみれば分かる。